ちは。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。今日は、やっと戻りましたか？何が戻った？レギュラーシーズンに。まあ、レギュラーシーズンに戻ったよね。ね、ちょっとね。終了してね。うん、飽きましたのでね、はいはい、間がね、なんかちょっとこう、心機一転ではないですけれども。まあ、そうだね。うん、まあ、この、なんていうのかな、まあ、新たに3連戦始まっていくわけで。だけども、はい、まあ、そこで見落としちゃいけないのは、うん、誰を頭に先発持ってくるかだよね。この各チームがね、ね、あの交流戦明けっていうことね。まあ、そうだね、うんうん、だからまあ日にちが空いたしローテーションを崩して、うん、まあ、大体こう勝てそうなピッチャーぐらいから並べていこうとするけどもね、普通はね、うんうん、だからまあ各球団がどういうピッチャーを持ってくるか、まあ、そこら辺にちょっと注目かなっていうふうに思いました。はい、でもう一つ注目なのは、はい、やはりこう、ね、交流戦で例えば優勝した楽天が前半戦とのどういった違いなのかとか、うん、まあ、まあね、チームによって、まあ、チームの事情な、うん、まあ、それで帰ってくる人、まあ、ちょっと抜ける人とか、まあ、いろいろいるだろうけども、はい、まあ、まあそこら辺もね、うん、ちょっと喋っていきたいというふうに思います。はい、交流戦活躍した選手なんかもね、はい、どういうふうになったんでしょうか、うん、まあそうだね、ということで、で、看板ちいちゃんよろしくということ、はい、ちょっとでかくないか書き直したのかな、あれはちょっとね、あの猫とかも書き直してやった、大きかった、ちょっと大きいの、ね、まあまあいいです、ごめんね、はい、じゃあセ・リーグからね、はい、こうなります、こうなりました、はい、はい、今回は中日対広島が、中日が2勝1敗の勝ち越し、はいはい、阪神と DeNA は3試合目が雨で中止になりましたか、うん、ね、はい、1勝1敗ずつになりました、はい、巨人とヤクルトはヤクルトが2勝1敗の勝ち越しということになりました、はいはい、まあ、あの中日が、ね、勝ち越したということ、まあ、5カードぶりの勝ち越しということでね、うん、ちょっと久しぶりですね、まあ、そうだね、広島は5カードぶりの負け越しということになったみたいだけども、なるほど、なるほど、まあ、1試合目、まあ1試合目というか中日、うん、高橋宏人、メヒア、松葉、はい、で広島は床田、大瀬良、玉村ということでね、うん、まあ、1試合目が1対0、ねね、高橋宏人、うん、ね、素晴らしかったんだけども7回、83球4安打、7三振無四球無失点ということでね、うん、やっぱこうしっかり力あるなあ、ね、まあ、最大のピンチはね、7回ワンアウト2、3塁、うん、代打松山ショートゴロ、ホームに突っ込んできたんだけども、まあ、タッチアウトということ、うん、で、まあ、続く菊池が空振り三振ということでね、うん、まあ、ピンチをこう出したわけだけども、うん、この1点というのは3回にカリステ、うん、ね、床田からのホームランを打ちました、うん、なんとこれがね、1点唯一の決勝点というか、まあそうだね、うんうん、決勝ホームランになるわけだけども、まあ床田、はい、7回94球、6安打、うん、2三振、うん、まあ、1四球の1失点というね、うん、この1点だけで、まあ、負けがついてしまったという、うん、まあ確かに投げ合った相手が悪かったなというね、うん、ただやっぱこう中日がね、高橋宏人を持っていって、うん、床田に投げ勝ったし、うん、この試合勝てたということが今後後半に向けての大きなプラス材料になるなという、うん、だから高橋宏人はどんなエース級で投げ合ったってやっぱ渡り合えるということだよね。だからこの床田に投げ勝ったっていうのはすごく中日にとって大きかったかなっていうね、うん、まあ、そんな感じがします。はい、はい、で2試合目、はい、3対1広島、うん、はい、大瀬良7回110球、うん、3安打5三振1四球の1つのデッドボール、うん、無失点ということでね、はい、島内栗林ともう直結でつないでいくんだ8回9回って言ってね、うんうん、まあ、これがやっぱり一番広島にとっての安全なやり方かなというね、うん、安全なつなぎ方かなという感じもするし、うん、まあ、そこまでやっぱ大瀬良がきっちり投げられてるっていうのがすごく大きいなっていうふうに思うよね、うん、はい、で、4回にこの試合末金がツーランホームラン、はい、まあ、その後の守備でスライディングキャッチした後にちょっと桃浦をこう抑えるようなシーンがあって退場したんだけども、ね、まあ、ここら辺あの末金がいなくなるとちょっと迫力がね、少しホームランという迫力がちょっと減るなというね、うん、まあ、そんな感じがするんだけども、うん、まあ、どういう状態になってんのかっていうのがねちょっとまだわからない。で9回矢野がタイムリーヒットで松郷3点を取るというね、うん、
で中日側の方は、3安打に抑えられるという、そうでしたね、まあ、まあ大皿しからしかヒットを打ってないという7回の中でね、うん、まあ、3安打という、まあ、3安打ではどうしても点がね、まあ、1点しか取れないということで、うん、ただこの試合でちょっと感じたのは、うん、4回に末金のツーランホームランもそうなんだよね、うん、で9回矢野のタイムリーもそうなんだけども、いずれも初球のストレートを打たれてるんだよ、うん、でこれやっぱこうバッテリーもう少し考えて入らないと、まあキャッチャーの方はボールから入りたいと思ってサイン出してんのか、それとももう最初から取りに来いって言って強気で来てんのかわからないけども、ちょっと簡単に入る傾向があるね、うん、ちょっとホームランバッターとか矢野の時もやっぱここで1点取られるか取られないかっていうのはすごく大きかったと思うんだけども、やっぱいずれもストレートで入っていってそれを弾き返されてると。でまあ正解にしたって矢野にしたってまあ若いバッターだからやっぱ積極性もあり、やっぱそういうまっすぐに対しては反応がいいよね、うん、だからまあここら辺ちょっと考えた方がいいかなっていうのはちょっと2戦目この打たれ方を見てねちょっと感じた部分ではあった。もう少しそこら辺をこう慎重にというか、まあそうだね、慎重にやらないとどうしても接戦になるからさ、うん、でこの2試合戦っても中日が2点、うん、広島が3点しか取ってないわけだからこの2試合ですね、この2試合でね、で3試合目は2対1で中日が勝つんだけど、うん、これを合わせても4点と4点、ね、だからその4点の内訳の中でなんていうのかな、もう少し慎重に入れば抑えられる場面もあるんじゃないかなっていうような気がしてならないんだよね、うんうん、だからちょっと気をつけた方がいいかなっていうふうには思う、はい、で3試合目が2対1って今言ったけども、うん、まあ、中日が勝ったという ね、まあ、中日は3回板山のタイムリーヒット、はい、ね、5回ワンアウト1・3塁から広島は石原が犠牲フライで同点というね、6回ですね、6回ね、うん、で中日まあ、8回、うん、ピッチャー島内に広島が変えるんだけども、はいはい、まあ、山本がフォアボールで先頭で出ていく、うん、で岡林が送って、まあ、カリステが決勝タイムリーというね、カリステ選手ね、まあね、2試合のうちね、決勝タイムリー、ね、2試合のうちあの3試合のうち2試合で、ね、まあ、ヒーローになりました。そう、まあだけどその2番に今日板山を入れてるんだよね、うんうん、まあ、板山が2安打の1打点、はいはい、してるだけに、やっぱここら辺カリステを警戒というか申告敬遠できなかったんだよね、多分ね、うんうんうん、だからカリステがその期待に応えて打ったというね。カリステ選手はやっぱこう1番っていうのがいいですか？まあ、彼はあんまり複雑に考えない方が、うん、やっぱ本能のままというか、うん、なんていうのかな、感性で多分野球をやるタイプだと思うんだよね、うんうん、まあ、だから1番の方がいいかなっていうね、2番とか3番とかいうよりも、うん、もうとにかくランナーがいたら返す、うん、ランナーがいなかったら出る、うん、まあ、そのぐらいの単純作業でいいから、うん、やってくれると非常に活躍すると思うよ。なるほど、はい、豊さんね、結構カリステ選手押してますね。まあそうだねでね、この試合で中日7回、うん、上本のところでピンチのところでね、はいはい、まあ投手交代をしたかったんだろうね、うん、あの中日のね、あで大塚コーチがね行くんだよ、はいはい、あのピッチャーのところにね、はい、斉藤かのところに行って、うん、でまあベンチも迷ってたと思うんだけども、変えようかどうしようか、そう、うん、で大塚コーチがベンチにまで帰ってきたんだよね、うん、それから立浪監督が出てってピッチャーを交代告げるんだけど、うん、認められなかった。そうですよね、うん、これはあのラインがあって、うん、ラインをまたいで帰ってくると一回出ていったものが、うん、マウンドにいる状態であれば出て行って帰られるんだけど、うん、まあ、あのラインを超えて帰ってきちゃったらもう帰られないんだよね、続投になっちゃうんだよねピッチャーが。それは一球でも投げればいいってことですか？そういうことだ。一人の打者完了しなきゃだ。なるほど。あのバッターをね。一人の打者をじゃあ、はい、あのアウト取るなり、はい、ヒット打たれるなりなんかしないと、まあそうだね、いけないと。はい。っていうルールがあったんです、ね。まあルールがあるんだよね。うん、まあそれをまあちょっとタイミングが遅れたね、立浪監督がね。うん、まあ。ただ斉藤がやっぱり立浪監督の動きも見てたと思うんだけど、そうですよね、いやだけどそこでね上本を三振に取ったっていうことが
やっぱ評価してあげたいな。なるほど、そこでね変えられなくて、そう、うん、まあ大塚コーチが何しに行ったのかわからないけどもいやだって帰ってきちゃうんだから、ね、で帰るのかっていうような感じだったから、うん、だから言ったこととベンチが取った行動とはちょっとちぐはさがあって、うん、いやそれでなんて言うんだろうな、その光景っていうのはサイト見てたと思うんだけども、うん、でもサイトはよく抑えたよ、三振取った、まあ、3球三振やったかな、ね、逆にあこれで変えられるかも、しっかりやろうみたいなところだったんでしょうか。まあそれか、うん、やっぱ気持ちがちょっと切れかかるよね、あれ交代なんだっていう、で一瞬でもそういう気持ちがあるとさ、やっぱ力がもうモチベーション落ちちゃうから。そうなんですね、まあ緊張感とかね。逆にこういうのないんですか、うん、こうあっち一人だったらよしみたいな。いやまあまあ確かにあるよねまあ同点の場面だからなんていうの、勝ち投手の権利も抑え切ってこう次の回に点取ってくれたらね、うん、勝ち投手っていうことはあるんだよね。ねえ、まあ、ただねえ、うん、いずれにせよ素晴らしかったですね。まあ素晴らしかったでね、この試合で勝ったのは松山、うん、はい、バースデー当番で、そうそう、まあ、勝利をもぎ取ったというね、うん、まあ良かったよね。よかった。まあ、松山もね、本当にもういつもいつも投げてる感じがするし、まあそこで勝ちがね、うん、また誕生日の時に来るっていうのはまた特別じゃない。いやだってね、ピッチャーにとってはね、誕生日の日投げれるかどうかっていうところも含めてね。まあそうそうそう、まあ良かったなというね。そういう意味で価値がついて良かった。はい。はい、ただ島内はやっぱ先頭打者のフォアボールね。うん、まあ、これが、決勝点になったというね、うん、やっぱり先頭打者のフォアボールっていうのは、まあ、大事な試合、接戦、そういう試合には点になるなというね、うん、まあ、そんな感じがしました。やっぱりね、フォアボールなどはかなりポイントになりますかね。まあ、そうだね、うんうん、で中日はやっぱこの首位の広島を相手に勝ち越した、うん、やっぱねまだこれはね最下位に沈んでることは確かなんだけども、うん、中日が、うん、まだ分からんね、これは本当に、ね、いつの間にかっていう感じだったのでね、中日が順々、うん、ね、順位下がっていったのが、いや本当に、うん、ピッチャーが頑張り、野手がもうちょっと点取ったらね、うん、本当に順位なんかすぐ上がってきそうな、そんな感じがするし、うん、やっぱこう負けない高橋宏斗がいるっていうのが、うん、やっぱ大きいと思うわ。まあね、はい、セ・リーグはゲーム差が結構ね近いのでね。そうだよね、だからまあ中日ちょっと頑張りなさいとね、頑張りなさいとか、はい、頑張れと、はい、ね、まあ、広島は大瀬良が本当に安定してるね、まあ、徳田と、うんうん、まあ、徳田はね負け投手になっちゃったけども、うん、まあ、相変わらず安定感はあるなっていうふうに思いました。はい、はい、続いて阪神対 DeNA、はい、ね、阪神は、西勇輝、うん、伊藤将司、うん、DeNA はジャクソン東というね、はい、1試合目は1対0、うん、ね、阪神は9回、はい、ね、木浪の代わりに代役に入った、まあ代役でもないな、うん、まあ、争ってる小幡、うん、ね、ライト前にサヨナラヒット、はい、ね、これを演出したのが前川が三塁への内野安打、うん、ね、佐藤輝がデッドボール、はい、で1、2塁、ね、うん、ダイソー上田ライト前にヒット、かなりチャージはしてたけども、うん、まあ、強引に回して、まあ、サヨナラをもぎ取ったというね、うん、まあ、そういう試合だけど、阪神の方は木浪がね、やっぱこう離脱して、うん、その代わりに入った小幡がね、うん、こうやって、そういう初戦の試合で活躍をしてくれたっていうのは、うん、すごくね、まあ、安心感があるし、うん、まあ、負けた DeNA、ジャクソンがいいピッチングしてたし、そうでしたね、勝たなきゃいけない試合だったかなと思うけども、うん、まあ、ライトに入った渡来の、まあ、ちょっと肩がね、まあ、あんまり強くないな、うん、強くないんだったら、まあ、守備固めでもっと投げれる選手がいたんだったら、まあ、使ってもよかったかなっていうね。もう9回ですね、まあ、もう9回だしね、うん、だからまあそういう感じもしたよね。ね、で負け投手がウィック、うん、はい、でウィック もボールに力があるからね、うん、まあ、この日はいかんかったけど、これからやっぱポイントを握ってくる投手になってくるかなという、うん、まあその中継ぎに入ってね、貴重な中継ぎになってくるかなという感じがするよね、うん、で、まあ、阪神、はい、ね、西勇輝、うん、
まあ見事だね、7回114球、はい、6安打5三振無四球無失点という、ね、もうなんかこう自在だったね。やっぱコントロールがいいわ。うん、でジャクソン、はい、6回3分の2、うん、103球、4安打4三振、うん、2四球無失点という、逆に力があるよね、ジャクソンもね。まあ力があってまとまり出してきてるから、うん、やっぱゲームはしっかり作るね。だからまあ非常にこれからも、まあ、ちょっと援護点があれば勝っていける投手かなっていうふうに、なるほど、まあ、感じる、はい。ただこの試合で DeNA の方がモルケイト2失策3回と5回にしてるんだけど、はい、まあここら辺はやっぱショートというポジションを考えるとね、うん、もう少ししっかり守ってくれないと、うん、困るなという、まあ、シーンがあったね。うんうん、まあ直接点にはなってないけどもさ、うん、まあだけどこういうのがほころびになる可能性があるから、うん、もう少しこうしっかりね、まあショートというポジションは難しいけども、はい、まあ頑張ってほしいなというね。ねー、はい、そうですね。うん、でこの試合で4番大山が戻ってきました。はいはい、ね、うん、2安打。まあ決してこの日はね当たり的にはあんまり良くはなかったんだけども、うん、まあライト前とセンター前、まあ両方ともゴロのヒットで抜けてったけども、うん、まあまあでも気分的にはねいいスタートを切れたなというね、うん、まあそんな感じがするし、うん、まあショートの小畑、うん、サヨナラヒットを打ってね、うん、まあ乗っていきたいよねこれで ね、 ね、はい、ということでこの阪神のね上位打線がこう見たことあるような流れに、まあそうだな、ね、いやでだいぶ落ち着いてきたよね、うんうんうん、で2試合目、はい、5対2、うん、DeNA、はい、まあこの試合では里輝と森下を外しました、うん、先発からね、うんうん、先制は阪神、はい、2回大山が先制4号ソロホームラン、うん、ね、で DeNA、はい、3回、エラー絡みのよエラーとヒットのランナーを置いてオースティンが3ランホームラン、はい、まあ、これで逆転というね、うん、で阪神は4回オースティンのエラーからチャンスを広がり、うん、大山のタイムリーで1点差、はい、ね、で、まあ、6回は佐野タイムリー、うん、7回はオースティンがタイムリーということで点差を広げていく、うん、やっぱエラーでランナーを出したのが帰ってくると大きいな、まあ、東は本当に安定してるというかさ、うん、まあ、8回101球投げて5安打6三振2失点という、うん、で伊藤もエラーがなければ、うん、6回、4失点という、ことをこう書かれるんだけども、はい、自責は1ということなんで、うん、しっかり投げてんだよね、打ち取ってんだよね、うん、だそれをやっぱエラーでミスミスランナーが溜まって、まあ、3回なんかオースティンに、まあ、ホームランを3ランホームランを打たれて逆転をされるというね、うん、いやだからまあエラー大きいなっていうふうには思うねこれはね、うん、まあ、それとやっぱ東という本当に DeNA の中では一番安定しているピッチャーの時に、うん、まあ、こういうことが起きるとやっぱどうしても追っかけるのにはね難しい流れにはなってくるし、うん、辛いゲームになったなっていうような感じがしたよね、うん、で阪神の方は西勇輝を後半戦の頭に持ってきたというね、はいはい、まあ、確かにこう数字を見てみるともうびっしり、うん、いいんだよね、抑えるんだよね、うん、で村上が1試合残った交流戦の中で、はい、まあ、勝ち投手を取りに行ってるんだけども、はい、勝てなかったというね、うん、で後半戦は西勇輝を頭に持ってきた、うん、まあ、再起っていうことも考えるんだろうけども再起はやっぱこう日曜日というね日曜日の再起っていうのが出てきてるんで、はい、まあ西勇輝を持ってきた、うん、ね、まあ、だけど投手陣は頑張ってるけどまあ、野手陣がもうちょっと点取ってあげないかな、うん、阪神は、ね、まあ、それとやっぱりこう打てないんだったら守らなきゃいけないなっていうふうにも感じるし、うん、まあ、なかなかやっぱこうエラーがどこも多くなってきてるんだけどもさ、うん、まあそのなんていうのエラーのランナーが返ってくるようだとやっぱこうチーム全体の流れが悪くなるなっていうような感じがするね、うん、はい、はい、という2試合でした、はい、今日日曜日の才木投手が雨で
流れた場合は、はい、日曜日の再起投手じゃなくなるんですか。ああ次の頭持ってきたいよね。やっぱ勝てるピッチャー頭はあのやっぱ使いたいもんね。だからそこは変わってきますかね。だから火曜日投げさせたら水木金土日になってなんか4日になっちゃうからね。今度日曜日投げさそうとしてもね。かといってもね、日曜日まで置いとくっていうことはないでしょうから。いや、もったいない、ね、それはやっぱ損失だよ。ね、はい、そしたら逆に中4日でもっていう方が。まあ確かにそれはあるかも。ありますかね。うん、あるかも。はい。ということで、そのあたりもちょっと注目してみましょうか。はい。はいはい、ということで、最後、セ・リーグ、巨人対ヤクルト。はい。ね、巨人は戸郷、グリフィン、マタキ。これまた来っていうのは、ね、本当は菅野の予定だったんだけど、そうなんですよ、ね、まあ、ちょっと腰痛でね投げれないということで、ちょっと緊急という感じですかね。緊急でまた来がね、まあ、出てきたということ、はい、でヤクルトの方は吉村、サイスニード、ヤフーレということで、うん、で1試合目、4対2ヤクルトね、うん、で吉村がねとにかくやっぱ巨人キラーというか巨人に対して非常に相性がいいんだよね、うんうん、で7回3分の1、114球、4安打、6三振、3四球の無失点という、はい、で戸郷は6回110球、うん、6安打、7三振、3四球の3失点というね、うんうん、まあ吉村の相性がいい、やっぱ点やらないなっていうような、うん、まあ、そんな感じがするし、うん、まあ、ヤクルトは、まあ、初回長岡の先制タイムリー、はい、で4回には山田がソロホームラン、うん、まあ、やっぱり山田が当たってくるとヤクルトは大きいね。なんか盛り上がりましたね。盛り上がるね、うん、で6回はヤクルト、はい、ワンアウト1・3塁から中村がスクイズ成功というね、うんうん、まあ、8回にはオスナーがタイムリー、うん、いやーこの点の取り方っていうのがさ、すごくこうボディーブローのように効いてくるんだよ ね、 そうですね。こう1点1点こう積み重ねていかれるとさ、ね、しかもこうじわじわ連続というよりは回を空けてまた取ってみたいな、ね、だから取ったのが1回4回6回8回、はい、これねよしこの回にって言った時にポンと1点を取られるというかさ、気がついたら4点とね。そうそうそう、うん、でまあ2点をね長野の、タイムリーで返すんだけどもね、最後9回ね、まあそうだね、うん、巨人は6安打ということで、ね、長野が1500本安打かなあと1本で、おなんだけども、はい、まあね、うん、まあ4対2、まあ、戸郷が、うん、まあ、小刻みに点を取られたというね、うん、まあ、そういう試合だったよね、うんうん、まあ、巨人も6安打じゃね、まあ、なかなかね、ホームランも出ないし、うんうん、ちょっと苦しいなという感じはするね。なるほど、はい、はい、で2試合目は、3対0、うん、ヤクルト、はい、ね、この試合はねグリフィン対サイスニード、うん、で両外国人の投げ合いだったんだよ ね、 そうですね。でグリフィンが7回115球、うん、4安打9三振2四球の無失点、うん、グリフィンが良くなってきたね。でサイスニード、まあ、安定してるわ、うん、やっぱ6回85球5安打8三振1四球の無失点ということで、うん、この試合はね、8回、うん、ヤクルトの攻撃2アウトから、はい、長岡がフェンス直撃のスリーベース、うんうん、で続く村上、まあ、ピッチャーは高梨ね、はい、左のサイド、うん、ショートへ打ったセンター寄りの、うん、もう激走して内野安打で先制、はい、タイムリー、うん、ね、内野安打でタイムリー、うん、過去ね三冠王、まあ、例えば王さんとか、うん、落合さんとか、うんうん、バースとか、うん、こんな一塁でのヘッドスライディング見たことないね。確かにね、そのイメージは全くないですけど、うん、いやでもねやっぱ勝つために、うん、村上がこういう姿勢を見せてくれるっていうこういう姿っていうのはいくら三冠を取ったとしてもやっぱ美しく見えるね。美しいです、もうなんか一生懸命ね、うん、本当に。それでサンタナの時にケラーに変えるんだよね、うん、そしたらそのケラーがサンタナにバックスクリーンにツーランホームランを打たれるという、うん、だからこれはやっぱ村上が引き出してるかなっていうようなね、うん、
まあ、そんな感じがするんだよね、うん、あの一生懸命さが、うん、だからもうサンタナももう目いっぱいのフルスイングだったの、うん、もう本当に叩き込んでやろうというね、うん、あなんかそういう気迫に満ちたあのスイングでしたよ、はい、で8回に3点を取り、うん、まあ、サイスリードには勝ちはつかなかったんだけども、うん、まあ、3対0で、うん、まあ、逃げ切るというね、うん、巨人は今日も6安打という、はい、うん、なかなかやっぱ2桁安打っていかないのかなっていうような感じがするけどもね、まあ、確かに先発投手陣が、ね、まあ、両方とも良かったしね、うん、まあ、なかなか点になるっていうことは難しかったと思うけども、ね、やっぱ村上の気迫から、まあ、サンタナがそれに応えるツーランホームラン、うん、まあ、見事でしたね。ね、はい、はい、で3試合目4対3巨人、はい、初回岡本のタイムリー、まあ、先制タイムリー、うん、ね、まあ、3回は丸を置いてヘルランデスがツーランホームラン、まあ、ちょっとポール際に飛んでギリギリだったんだけども、うん、まあ、ビデオ見てリクエストもあったんだけども、まあ、本当に入ってるわね、ツーランホームランで、はい、まあ、3点かな、うん、で5回にはそのヘルランデス、そう、山田のもうフェンスいっぱいの、うん、まあ、フェンスにももちろん当たってんだけど、うん、ジャンプ1番取って、うん、村上がなぜか飛び出してんだよね。そうそう。もう取れないと思ったんだよね。まあ、そうですよね、うん。まあそれを取って、もうファインプレーでダブルプレー。ダブルプレーね。で、4回にね、西川のスリーランで追い上げられてたんだよね。うん、まあそれだけに流れを切る、そのゲームを切るね、うん。ゲームの中の大事な流れをヤクルトに渡さないファインプレーだったなっていうふうに、ね、うん、大きなプレーが出たなっていうふうに思ったね。ある意味こうもちろんね、点を取る方でも活躍しましたけどね。そう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 、だからある意味ね、うん、ホームランよりも、ね、まあ、価値があるというかさ、効果的なね、ああいうファインプレーっていうのは、まあ、非常に大きかったなというね、うん、でね、初回のヤクルトの攻撃、はい、ワンアウト2、3塁があったんだよ、うん、で村上がね、村上サンタナって凡打で取られるんだけども、はい、まあここら辺がやっぱ初回マタキをこう攻めてただけに、うん、ちょっともったいなかったね、うん、うん、なんかこう初回からちょっとバタついてんだよね、うん、この試合、うん、なんか西川のいきなりのピッチャーライナーをマタキが体に当てるしさまあそこからチャンスがね、ピンチが広がってちょっとドタバタして、まあだけど抑えたというね、うん、で、まあ、巨人の方もなんかこうヤフレが一塁にね悪送球して、うん、ランナーサードから岡本がタイムリーというね、うん、なんか変なバタバタした流れのあれだったけども、うん、やっぱ相対的に野球を締めてくれたのがヘルナンデスという ね、うんうん、ホームランにし、ファインプレーがあったというね。ね、うん、またね、こういう特に1点差で結局終わってる試合だと、よりそのプレーの重要さが際立ちますかね。まあそうだね。うん、で、またきもね、せっかくの、うん、なんていうの、チャンスもらってんのに、ちょっと変化球の入りが悪いんだよね。だからまっすぐばっかりをこう狙われてるというかさ、うん、なんかそんな感じでちょっと課題が、まあ、多く見られた試合だったかな。うん、なるほど。まあ、変化球でも何でもいいからスッとストライクが取れればさ、うん、それだけで幅になるのに、うん、やっぱちょっとなんか変化球でストライクが取れずに、まあ、勝手に苦しんでたかなというような感じがしたね。はい、はい、というセ・リーグでした、はい。まあ、この試合はやっぱもう当然東郷と吉村という、まあ、ヤクルトはこうやっぱこう柱にうん、吉村を持ってくるのかなという感じがしたよね。なるほど、はい、うんうん、で戸郷とエースと投げ合って ね、うん、ね、巨人戦だったっていうのもありますかね。まあ確かにそれもあるかもわからないけども、うん、まあ吉村のここのところの投球見てるとすごく安定してるもんね、うん、なるほど。まあだから吉村で後半行くのかなという感じもするし、はい、うん、だからサイスリードが勝てなかったのがね、前半ね、開幕投手で ね、だけどこのなんて一つずらすことによってまあ、勝ちが拾えていくとヤクルトは打線がいいだけに、うん、まあ、面白いこれからなるほど、チームになってくるかなという感じがするよね。はい、はい、巨人はもうちょっと打たないとちょっと苦しいかな、うんうん、はい、ということで、はい、はい、続きましてパ・リーグ、はい、
はい、こうなりました。はい、よろしく。はい、パ・リーグはね、2カード引き分けの試合があったんですけれども、ね、日本ハムと楽天は1勝1敗1分け、はい、はい、ソフトバンクとロッテがソフトバンクの2勝 と,、1引き分け、うん、ロッテちょっと勝てなかったです ね, そうだね、はい、オリックスと西武はオリックスの2勝1敗の勝ち越しということになりました、はい、はい、まずは日本ハム、うん、ね、山崎幸也、うん、ね、伊藤大海、加藤、うん、はい、で楽天の方は早川、ポンセ、藤井というね、うんうん、試合目9対9、もうね、この試合見てましたけど、うん、っていう感じですね。なんかね、いろんなことありすぎて、いやいや、これはもう俺は日本ハムが絶対勝たなきゃいけなかったね、この試合ね、うん、いや、そうでしたよね、まあ、2対3で楽天リードで迎えた7回、うん、日本ハム水野同点タイムリー、うん、よく打ったよ、低めのボールをね、うん、で清宮は2アウト後1、3塁からライトへ決勝タイムリーツーベース、うん、ね、うん、水谷申告敬遠で満塁になってレースがホームランという、うん、満塁弾ね、満塁弾、一気に8対3、もう、ね、あの走り方を見てファンの中では OL 走りと、デイエス選手こうやってね、もうね、デイエス選手のあの走ってる姿は癒しです。いやいや、癒しはね、本当に、いや、これでね、8対3でひっくり返したんだよ。いや、もうね、もうこれで俺は勝ったと思ったよ。思いましたよね、あ、この勢いはまたこのレイエスが打ったとね、しかもその前は水谷選手が申告敬遠をされていての経緯がありますから、そう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 、うん、レースがよく打ったよね、うん、しかし楽天、はい、フランコに満塁ホームランが返されるというね、で1点差なんで、まだね、あの時のレイエス選手のベンチでの顔が忘れられる、まあそうだね。まあ1点差に攻め寄られる、8対7、はいはい、ね、しかし代打阿部、うん、ね、同点ホームラン、いや、まさかと思ったよ。すごいね、ここで同点なるかなと思って、代打でね、出てきてホームラン、いや、これは分からんぞと思ったら9回、うん、まあ、辰巳がスリーベースで勝ち越しだよ、9対8、ね、うん、うわ、これは負けたわと思った、はい、ね、うん、しかしその裏、日本ハム、うん、ね、ツーアウトランナーなし、うん、あ、負けたわと思った、そこで、いや、ツーアウトランナーなしだもん、則本がね。うん、投げてて、則本も気合入ってたね、うん、156とか、うん、なんか先発では見たことないような球速を叩き出してたから、うん、はいはい、ああ気合入ってんなと思って、うん、で清宮、はい、あ、ピッチャーゴロ、うん、あ、終わったと思ったら、うん、なんと則本が一塁にボート投げるんだよ、うん、悪送球を、ね、やっぱね、あれだけ腕振ってると、うん、軽く投げようと思ったらやっぱちょっと握力がおかしかったんだろうと思うよ、うん、でまあ手が滑ったかなんかっていう手を見てたけどさ、うん、なんかもう腕振りすぎてやっぱこうなんていうの、こう緩く投げる感覚はなかったんじゃないかなっていうような、うん、まあ、感じがして悪送球で、うん、そのまま清宮が好走塁で二塁に行くんだよ、はいはい、ね、この二塁に行ったっていうのが迷わず、うん、やっぱり外野手は前進してくるよね、うん、続く水谷、うん、ね、うん、レースはもうあれだから満塁ホームラン打ってるから次の水谷勝負だよね、するしかないよね、そう、うん、おっさん水谷が則本の初球、うん、センターオーバーのスリーベースヒット、はい、9対9追いついて、うん、決めてなく引き分けという、ね、このまま、いやでもいろんなことがこう重なったけども、うん、まあ、則本が言えば、うん、一塁にしっかり投げとけば終わってたけどね、だから場面によっては、うん、楽天が勝ってたら試合だし、まあまあそうだね、うん、ね、逆転した時には日本ハムが勝つだろう試合だったっていう、うん、なんとも言えない展開でしたね、まあそうだね、うん、まあ、ただね、この試合で感じたのは、うん、やっぱこう中継ぎで、うん、中継ぎ抑えで日本ハムの方は、うん、ちょっと迷ってるなっていうような感じがしたんだよね、うん、うん、で誰を行けばいいのかとか、誰を投げさせ、どの位置で投げさせたらいいのかっていうのが、うん、なかなかやっぱこうちょっと決まらないなっていうような感じがしたね、うん、で両外国人、うん、やっぱこれはねちょっと当てになんない、それはピッチャーの話、ピッチャー、うん、うん、だからちょっとここら辺はやっぱ、うん、田中正義と、うん、もう一人日本人だな、やっぱりどれですかね、だからまあ
ね、誰か出てきてくれないとちょっと困るなという感じがしたね、うん、はい。まあそれにしても史上初なのが、うんうん、お互いの外国人が満塁ホームランを打つっていうことが、うん、いやもう史上初らしいんだよね。すごいね、助っ人がね。いや本当そんなの見たことないしね、うん、いやザバラ、うん、だっけピッチャー、あー、うん、150キロのやっぱフランコを打ち返すもんね。やっぱ外国人には外国人は強いんですよね。やっぱ力があるしタイミングの取り方だろうね、うん、まあレースも力あるしね、あれだけ詰まってて、うん、放り込めるというのが ね、まあでも面白い試合でした。すごい試合でした、はい、ね、うん、で2試合目は5対2、日本ハム、はい、ね、まあ伊藤ね、6回108球8安打4三振2四球2失点という、うん、まあ、初回に、鈴木大地浅村がタイムリーで2点先制されるけども、うん、やっぱ伊藤はその2失点でずっとやっぱり6回まで我慢したね、うんうん、よく投げたと思うよ、うん、だからここら辺がやっぱり伊藤の成長かなっていうような感じがするし、うん、まあ、昨年までだったら初回に2点取られたらなんかズルズルいきそうな感じもしたんだけども、ちょっとねダメージがね、そうそうそうまあだけどまあよく頑張ったなっていうのと、うん、で日本ハムは2回、はい、レースのスリーベース、うん、まあ、万波の犠牲フライ、福田のタイムリーで、うん、まあすぐ同点に追いつくんだよね、はい、まあレースのスリーベースも可愛かったけどもね大好きですもん、大好きだよね、走ってほしい、はい、で5回にはレース、6回には福田、うん、まあそれぞれタイムリーでね、うん、この日ヒーロー、ね、はい、レースが3安打1打点、うん、水野がね、まあ初戦でちょっとサードベース回った時にちょっとストップかけて足首捻挫、まあ捻挫というか靭帯損傷、そうね、うん、ちょっとね何週間、はい、1ヶ月から1ヶ月半ぐらいね、まあ、かかるね、難しいって書いてましたね、はい、で代わりに入った福田、うん、あもう緊急でねファームから呼び寄せられて、いきなりのスタメンで2安打2打点、うん、でこの2人がレースと福田がヒーローインタビュー、そうそう、でお互いのことをファームで一生懸命やってたと、だから2人でこうやってお立ち台に上がれるのが本当に嬉しいと、ね、いや言ってたけどさ本当そうだと思うよ、このヒーローインタビュー見ててもう本当に素敵だった、ああ胸が熱くなったというかさ、うん、でお互いをねやっぱリスペクトして、うん、あ良かったなっていうね、うん、ただレースは走り方について言ってた、うん、俺が一生懸命走ってるのがそんなにおかしいかと、うん、ちょっと怒りもこもってたからねあんまり擦らない方がいいと思う、うん、おかしいんじゃないんですよ、おかしいんじゃない、可愛いんだよね、うん、なんかねそう新しい一面を見たという感じで、まあそうだね、そうすごく好きです、はい、まあそうだね、はい、まあでも福田も良かったなと思ってね、うん、福田もあのファームではねそんなに率も良くないし、うん、状態的には良くないんだろうけども、うん、良くなかったんだよね、うん、まあ、だけども一軍に来てねこうやって活躍できたというのは良かったなというふうに思うね、本当ですね、はい、はい、で3試合目、うん、6対2、楽天、はい、で4回辰巳がソロホームラン、うん、その裏郡司の内野安打で1対1に、まあ、すぐなるんだけども、はい、まあ、5回に太田が先頭打者でヒット、うん、ワンアウト後小郷がスリーベースヒットでタイムリー、うん、村林がツーベースヒットでタイムリー、うん、で辰巳がつないで浅村が犠牲フライで3点を取るというね、うんうん、なんかこう聞いたことあるよね、うん、この名前っていうのは、もちろん先発メンバーだから聞いたことあるんだろうけども、うん、まだ言うよ、うん、8回鈴木がタイムリー、はい、鈴木大地ね、うん、タイムリースリーベース、うん、フランコタイムリー、うん、これで2点を取るという、うん、だからねこの名前を聞いて楽天あの交流戦の活躍してた人たちが引き続きやってんだよね、だから、うん、まあ、あのちいちゃん言ったように、うん、交流戦の勢いがやっぱそのままつながってるね、いやだから前半の楽天のチームとは全然違ってきてる、うん、何がすごいよね、すごい、だから多分ちょっとしたきっかけなんでしょうけども、まあ、まあそうだ ね、 ね、まあでもピッチャーもよくしっかり藤井が投げるしね、うん、でポンセも早川も良かったんだよ、うんうん、まあ、 あの早川なんかもう全く良かったしね、うん、ただ後半にレースの満塁ホームランとかフランコの満塁ホームランで9対9になったけども、うん、
山崎福也も良かったし、うん、早川も良かったんだよ ね、でポンセも悪くはなかったんだけどさ、うん、藤井もやっぱコントロールいい ね、あの加藤と投げ合ってるんだけどもさ、あのコントロールという意味では遜色ないもんね、加藤も本当無駄なことしないんだけど、フォアボールとか出さないんだけど、こう藤井もコントロールいいんだよね、キレもあるしね、だからそういう意味ではこの交流戦の勢いが楽天は続いてるという、全然チームが変わった。でこの日から浅村が3試合目から4番に復帰してるんだよね、まあ他では出てたんだけど6番とかね、そういう打順では出てたんだけども、4番に帰ってきたという、そのぐらい調子が戻ってきたという、これはやっぱね上がり目あるよ楽天は、で日本ハムの方はレースが大きいね、いや本当にね活躍素晴らしい、まあそうだね、だからまあ満塁ホームランもしっかりさ、その後のスリーベースとか、あとホームランが出たらサイクルまでっていうようなね試合もあったし、だからそういう意味ではすごくレースっていうのが一枚加わったっていうのは大きかったね、まあ今日の打線なんか1番から万波、マルティネス、水谷だっけ、でレースだっけ、いやもう190センチ超えの選手がずらっと並ぶというさ、怖い迫力満点の打線があるからね、打線を組めるからね、だから非常にこれからも楽しみだなっていうふうに思いました。本当ね、はいはい。でソフトバンク対ロッテ、ソフトバンク、スチュワート、大津、モイネロ、でロッテの方は小島、種市、メルセデス、1試合目9対4、ソフトバンク、これはあの北九州で行われたんだよね、でソフトバンク初回、周東、今宮、今宮がホームラン打ってるんだけども、栗原3連打、山川がセンターフライ、続いて近藤がワンアウトから、近藤、正木、甲斐3連打ね、もう初回からいきなりだよ。もうただね小島がねやっぱ止まらないわ、止まらない、連打を打たれる、これは立ち上がりってことなのかな、立ち上がりでも途中でもそうなんだけども、これがやっぱこうなんかトラウマのようになんかあるね、なるほど、なんかストライクに吸い込まれるというかさ、でこの試合で甲斐が3安打、2打点、もうとにかく北九州では一番打つんじゃないかっていう人だよ、なんか雰囲気とかがあるんでしょうね、あるんだろうね、もうこれあの通算で4割超えてるからね、すごいよね北九州での成績がねえ、いやだからもう初回にねいきなりバーンと点を取られ、ねえ勝負を決められるというね、すぐ2回にはね3点取るんだけど、そうなんだよ、だけどやっぱりまたね4回に離されちゃって、まあ4回にね、広瀬がソロホームランとか、まああるしね、だから、まあただロッテは、1番に岡が入り、4安打4打点というね、活躍をするという、ね、まあやっぱりピッチャーだなロッテは小島、4回75球、12安打の7失点というね、やっぱエースと言われる人が7失点もするとやっぱ勝てないし、やっぱソフトバンクの方は18安打というね、まあ、この試合では放つんだけども、まあだけど何て言うんだろうな、まあ、ロッテの方は打線的には、まあ、岡が一番に戻ってきてくれる調子も戻ってきたし、まあ、あとは両外国人、まあ、こういう人たちがどう絡むか、まあ、ソフトバンクの方はまあさすがだな、もうね隙がないというか、なんか代打で出てくる人もあらまだまだこの人がいましたかみたいな、そうだな、次々出てきますしね、層が厚くなってきてるというか、さらにね、まあそんな感じがしました、はい。で2試合目、3対1、ソフトバンク、大津ね、8回115球7安打9三振1四球1失点、頑張ったね、チェンジアップいいね、素晴らしく、チェンジアップを見せといて高めのフォーシーム振っちゃうね。で種市7回3分の2、
122球6安打9三振3失点、はい、ね、うん、この試合でねちょっとね思ったのが、7回裏にね山川と近藤もう粘って粘ってって、うん、でトータル的に7回裏で34球投げるんだよ、ね、先発ピッチャーが、うんうん、で山川11球近藤10球、うん、で他のバッターも投げさせて34球都合投げさせて、うん、で柳町の同点犠牲フライで同点にされるんだよ、はい、でピッチャー変えるかなと思ったら、まあ、8回に周東がホームラン、うん、栗原タイムリーで2点を取られ勝負ありなんだよね、うん、こういうことができるっていうのはソフトバンクのなんかこう粘り強さというかさ、うん、しつこさというか、うん、やっぱね1イニングにね先発ピッチャーが34球投げたらやっぱほとんどやっぱ変えてあげなきゃいかんわ。これは変える予定とか変えるつもりはなかったんですかね、ロッテとしては。やっぱ種市も良かったんだよね、うん、種市も本当に力強い投球をしてて、うん、でも34球投げててもその回は1点でしのいでるんだよ、うん、でもやっぱもうね力残ってなかったような気がするな、うん、だから周東が打ったのも7回裏の34球がやっぱ種市には効いてたと思うよ、うん、栗原のタイムリーもそうだったと思うよ、はいはい、だからこういう攻撃ができるっていうのがやっぱソフトバンクだし、うん、山川のやっぱ一発の怖さとか、うん、近藤のテクニックだとか、うん、まあ、そういうことなんだろうなっていうふうに思うけど、はい、いやーこれはやっぱ投手交代をしてあげたらよかったかなっていうふうに思うね。難しいですね。いや難しい、ね、種市も本当に素晴らしかったんだよ、うんうん、だからだけど大津もね、うん、プロ入り初8回まで投げるっていうのはね、はい、その期待にも応えてくれてるしね、うん、だから非常になんていうのもう降りる寸前で勝ち投手の権利を得てね、うん、まあいい勝ちを拾ったなと思ったね、はい、大津はね、うん、はい、まあ、ソフトバンクもそうだけど、はい、で3試合目、はい、6対6、うん、ね、同点で迎えた4回近藤ツーランホームラン、はい、ね、6回、ロッテの攻撃、うん、1、2塁から今宮フィルダーチョイス、はい、これゲッツーの時にセカンドトスしたのセーフだったんだよね、はいはい、でそれをもらった広瀬がセカンドに入ってた、うん、これはわざわざエラーをしてくれて同点されるんだよまあそのまま持っときゃいいのになって思ったけどね、うんうん、で7回が、佐藤、はい、が2点タイムリーで勝ち越すと、うん、ね、まあここら辺もやっぱソフトバンクの若手とか、うん、選手の層とか考えると非常に、熱いものを感じるね、うん、しかし9回オスナから、うん、外が逆転スリーラン、そうそう、もうねあれで入るんだねいやいやもうベタ足で外のボールポンとミートしただけだよ、あれでやっぱ入るんだわ。外選手すごいですね。やっぱすごいよ、うん、いや本人もびっくりしたし、うん、だからオスナもびっくりしてたけど、あれで入るんやって、まあ、一番最短のポールギアのテラス席だけどもね、うん、まあ入ったんだよね、うんうん、で逆転スリーラン、あこれで勝ったなと思ったら増田ねえねえ、まあ先頭バッターが悪かったな、ねえ、こんちゃん、もうこんちゃんはね、こんちゃん初球から手を出していくんだけども、こんちゃんはホームランを狙ってるっていうよりも、うん、完全にヒット出塁を狙ってたな、うんうんうん、それもツーベースを狙ってた、それもねレフト線のツーベースを狙ってた、うんうん、もう計算通りに打ってる、ね、あれはねやっぱ俺も左バッターだったけど分かる、うんうん、もう引っ張る気なんか全くないもん、うんうん、もう向こうに向こうにもうみんなを信じて自分でホームランで決めていくっていうよりもツーベースを狙っていってて、でまんまとツーベース打ってダイソー川村、ね、ねえ、で送って代打中村、おるね、おるおるみたいな、そうそうそう、中村おるみたいな、まあ、でもファーストゴロだったんだよね、そうそう、まあもう当然ギャンブルスタートでホームに突っ込んでくるんだけど、うん、タイミングはアウト、そうそう、ね、だけどボールが飛び出して、ね、あのセーフになっちゃったんだけども、捜索してね、ファーストに入ってた上田、うん、まあ、ルーキーなんだけどもね、はいはい、でキャッチャー佐藤、うん、ボールどこに投げたかというと、うん、ここに投げたんだよね、はあ
ここに投げないとダメなんだよ、うん、そこでトンってやられるね。このねもう1メートルぐらいこの差で全然違うから、うん、だから本当にね上田ってねこれからねあのロッテの中で中心選手になっていくと思うんだけども、うん、まあ、そういう意識を持ってやってほしいなっていうのとね、でやっぱこうなんていうの川村、うん、あのファーストゴロでやっぱこうタイミングはアウトだけど本当に間一髪のタイミングで頭から来るんだよね、うん、であそこまで持ってこれるっていうのが、うん、やっぱその凄さを感じたね。まあ、これで6対6になって、うん、まあ、延長で、まあ、あの決着をつかずという、うんうん、まあ、延長12回裏に、まあ、佐藤がね、はい、J2 崩れて一塁に出て、うん、まあ、盗塁のサインが出すだろうなと思ってたの、うん、ね、うん、そしたら牽制で引っかかってアウト。まあいろんな経験ね、若手はもう思いっきりいく時とやっぱ繊細の部分、繊細じゃないなきゃいけない部分、まあ、そういうことをこう使い分けられるといいなと思ったね、うん、ああまだ若いなって、うん、まあ、佐藤って2点タイムリー打ってて、うん、ね、勝ち越しのね、うん、まあ、同点逆転されて、うん、まあ、同点に追いつかれてで自分がヒーローが消えて、うん、でもう一回ヒーローになるチャンスがあったんだけども、はいはい、まあ、ちょっと逃しちゃったな、うん、はい、はい、まあ、という、うん、まあ、1勝1敗あ2勝1分けになった、はい、カードでした。はい、はい、最後、うん、オリックス対西武、はい、ね、オリックスエスピノーザ、斎、うん、藤カスティーヨ、うん、で西武は今井、隅田、高橋コーナー、はい、ね、1試合目2対0、うん、オリックス、はい、エスピノーザ8回、はい、116球4安打8三振1四球の無失点という、うん、でね、これね京セラでエスピノーザ、うん、防御率が 0.27、 すごいね、もうね抜群の相性なんだよ、まあ、先ほど北九州で甲斐が4割以上の、ね、相性を誇ってると、うん、北九州ではもうエスピノーザは京セラではもう抜群の相性だわ、うん、0.27、うん、本当にねエスピノーザの談話初回投げて、うん、あいい感じだと思ったとそりゃそうだね、それはざっくりしてるけど、いやざっくりしてるけどいやそのぐらいいいんだろうね、うん、で今井もね悪くはなかった ね、 ね、8回、109球、うん、4安打9三振3四球2失点というね、うん、まあ初回に、太田が先制タイムリー2塁打、うん、まあ、8回には森がソロホームランを打つ、まあ、この2点だけだったんだよ ね、 ね、だけどやっぱセーブは打てないね、まあ、打てないっていうか、ね、エスピノーザは京セラではどのチームも打てないという、うん、そういうもうデータが出てるなこれはね、うん、だからもう 0-0 で抑え引っ込んでもらうしかないね、うん、投げさせて球数を、うん、まあそういう1試合目でした。これは両チームともに4安打ずつということでね、まあ、そうだな、ピッチャーが頑張ったという試合ですかね、はい、はい、で2試合目、うん、4対2、はい、西武勝ちましたよ。あ勝ったね、ね、隅田、ね、7回109球、うん、7安打8三振1失点という ね、 ね、西武は1回、うん、先頭打者西川がツーベースヒット、うん、でランナーサードから栗山が犠牲フライで先制というね、うんうん、で3回には2つのフォアボールのランナーを置いて、うん、4番岸、うん、スリーランホームラン、ね、ね、4番に抜擢されてるけども岸、うん、いや本当にいいのかなと思うよねいやいやそうじゃなくて、うん、将来的にね、うん、まあ、岸はレギュラーになっていくのかもわからないけども、うん、4番で使う任すのかっていうことなんだよ、うん、で逆に言えば4番候補っていうバッターはいないのかっていうことなんだよ、うん、やっぱ西武の状況を見るとさ、うん、やっぱ選手を作っていかなきゃいけないし、うん、そこに当てはめていかなきゃいけないと思うんだけど、うん、だけど岸でいいのかなっていう、まあ打った岸はね立派だけども、うん、でこのホームランは、まあ、オリックスの斎藤ピッチャーね、はいはい、プロ入り初被弾ということで、ね、まあ、岸にスリーランを喫したという、うん、まあ、フォアボール2つが余計だったかなという感じがするよね、うんうん、でオリックスは4回宗が内野ゴロ、はい、8回には西川ソロホームランの2点だけという、うん、
まあだけど初戦森がホームラン、うん、2戦目西川がホームラン、うん、まあだからつながってるのはつながってるね、うん、あの調子はね、うん、あの森も帰ってきて打ってるし、ね、まあ、西川も交流戦から打ってるしということで、うん、だからまあつながってるかなという感じがする、うん、ただ西武の方はちょっとやっぱりこう行き当たりばったりのような感は否めない、うんうん、まあまだ探り中という感じなんですか。まあ探りつってもさ、やっぱドラフトもあるし、やっぱそれなりに将来の4番候補だとかいろんな選手っていうのは取ってると思うんだよね、うん、だからそういう意味からするとちょっとやっぱこう使っていくメンバーっていうのはもう貼り付けしかないなっていう、やっつけかなっていうような感じもするし、まあ、だからまあここら辺はやっぱこう計画的にできるぐらいにやっぱならなきゃいけないのかなっていうような感じがするね、うんうん、まあ打った岸っていうのは4番に使われて、うん、プレッシャーはあったと思うけども、うん、まあでも期待に応えてる、ね、それは立派だと思うけどもね、うんうんうん、やっぱ西武の方は球団の方はどう考えるかという、首脳陣はどう考えるかという、うん、いうことはやっぱこう進めていかないとね、早くね。はい、隅田投手は5勝目。そうだね、隅田良かった ね、はい、頑張ってるよ、はい、ね、隅田が、ね、ヒーローインタビューで言ってました、うん、ね、明日コーナーさんが投げるんで、うん、ね、コーナーさんに、いい形でつなげようと思ってましたと、うん、明日はコーナーさんがやってくれますよと、ね、言ってた、そう、ね、4対1、オリックスと、うん、ね、その言葉も虚しく、ちょっとね、高橋光成投手が、ね、まあそうだな、まだ未だに勝てないんだけども、うん、まあ2回、杉本が、まあ、もらった満塁からセンターに犠牲フライ、うん、まあやっぱこう、フォアボールとか、デッドボールとか、うん、まあそういうことが重なって満塁になり、うん、犠牲フライを打ったというね、うん、まあこう犠牲フライって簡単ではないんだけども、うん、まあこう犠牲フライが先制点となったという、うん、で3回にはフォアボールからワンアウト1・3塁になり、紅林が犠牲フライ、うん、まあこれもやっぱフォアボールとかいろんな無駄なものが重なってんだよね、うん、で4回はセデーニョがソロホームラン、はい、ね、これはもう打たれた、うん、で5回には西野がヒット、はい、西野がヒットね、うん、で岸が、後ろに反らす、はい、ね、で3塁になるノーアウト、うん、から太田が犠牲フライという、うん、犠牲フライ3本だよ、うん、ね、こんなシーンあんまないけどね、なかなかね、そんな、うん、それも、うん、そのまあ犠牲フライのシチュエーションを作られるのが、うん、まあ例えばフォアボールであったりだとか、うん、フォアボールが絡んだりだとか、うん、エラーが絡んでのことでしょう、うん、だからやらずもの3点を挙げてんだよね、ホームランは仕方ない、うん、これは、うん、だからこういう点の取り方をされるっていうのがやっぱ西武の課題でもあるし、うん、いやだけどここでやっぱきっちり犠牲フライが打てるというオリックスがやっぱ状態は良くなってきてるね、うん、やっぱ杉本、紅林、太田、ね、こういう人たちが打点を上げる、セデーニョがホームランを打つ、うん、いややっぱこう状態的にはやっぱこうオリックスは上がってきてるなっていう感じがするし、うん、カスティーヨが勝てたっていうのもでかいし ね、 ね、そのカスティーヨ、はい、7回95球4安打5三振1フォアボールの1失点というこれ見事にゲームを作りましたよ、はい、で高橋光成、うん、3回64球1安打しか打たれてないんだけども、うん、4つのフォアボールと1つのデッドボール、うん、それで2失点というね、あだからまあエースと言われる人がこういうピッチングだとやっぱ困るし、ちょっと心配ですよね。まあ心配だね、8敗目ということでね。そうだね、まだ1勝もない中で、いやもう8勝してるんだったら分かるけど8敗でしょ、うん、1勝もしてないというね、だからまあここら辺がやっぱちょっと困るなというね。これはもうやっぱこのまんまローテーションの中で稼働していくしかないんですかね。まあもうそれしかないよね、うん、やっぱエースだしさ、うん、そんな力がないとは思えないし、もちろんやっぱ気持ちを変えてやっぱ自分が本当に責任を持って引っ張っていくぐらいのつもりじゃないと、うん、ちょっとこれは困るね今後ね、うん、ただオリックスはやっぱね良くなってきてる、うんうん、やっぱ隅田っていうのはあの非常にパ・リーグの中でも本当1・2を争うような左ピッチャーに成長してきてるよ、うん、だからそこで、まあ、負けたにしても、うん、まあ投げ合ったのが斎藤だったしね、うんうん、若い19歳の、うん、
斎藤だったし、まあ、これは4対2で負けても仕方ないと思うんだけども、うん、オリックスはやっぱり状態的には上がってきてる、うん、だから非常に今後あのオリックスも楽しみだね。なるほど。だからパ・リーグで言えばやっぱこう、うん、交流戦の勢いを、うん、しっかり自分たちの勢いにしてるということと、うん、オリックスはやっぱ形が良くなってきたね、うん、あだからまあ楽しみだわね。え、はい、まあね、あのパ・リーグの方はね、順位というかゲーム差がね開いているところもありますけど、はい、うん、相変わらず1位のソフトバンクね、うん、まあソフトバンクはもうほっといた方がいい、ほっといた方がいいね、うん、ね、2位は日本ハム、そこはちょっと10ゲーム差あるのでね、はい、そうだね、うん、でロッテ、楽天、オリックス、西武というふうに続いてますけれども、はい、ロッテ、楽天はもう1ゲームずつうん、の差で追っていて、はい、オリックスも 1.5 ゲーム差ということで、ね、ここがねちょっと僅差というか ね、 そうだね、ゲーム差少ないので、うん、だからまあ楽天がね、うん、やっぱ交流戦からやっぱチームの状態が変わってるということと、ね、やっぱオリックスがやっぱ人が戻ってきてるし、うん、ピッチャーも揃ってきてるある程度ね、うん、だから非常に今後楽しみだっていうことだよね。日本ハム、ロッテは日本ハムはね、田中正義がね、うん、最後にね、勝ち試合で抑えたの、うん、2試合目の時から、うん、で、やっぱ彼がやっぱ抑えでハマると前が楽になってくるな。確かにね、うんうん、だから、まあ田中正義で行った方がいいなっていうような感じはする。なるほど、うん、やっぱちょっと中継ぎがちょっとパタついてるけどね、うんうん、だから早くここそこを体制を整えないと、まあやっぱり野手はやっぱ層も厚くなってきてるし、うん、やっぱもうやる気に満ちてるし、打つ方もね、まあ、楽しみだよ、ね、はい、まあ、という3連戦でした。はい、はい、ということでまたねこういう風な形で3連戦振り返るは始まりましたので、そうだね、はい、次のカードは、はい、DeNA 巨人、はい、阪神中日、はい、広島ヤクルト、はい、西武日本ハム、はい、ロッテ楽天、はい、オリックスソフトバンクというようなカードです。面白い ね、 ね、広島ヤクルト面白い ね、 ね、はい、オリックスソフトバンクなんかもね、オリックスソフトバンク、あ、これはオリックスは、うん、ちょっと状態試されるよ、うん、ここで勝ち越したら本当にオリックス来るから、うん、ね、ソフトバンクにこう向かって頑張ってほしいと思います。はい、はい、まあ、という3連戦でした。はい、はい、また、お伝えします。はい、ありがとうございました。